I'm gonna go.
してます。ちょっと MC の時間でちょっと追い出しなんで、僕ちょっと先輩の追い出し見ててちょっと思ってたことなんですけど、追い出しで一人一人喋る時間があるじゃないですか。その一人一人喋る時間が今まですごい好きで、みんな一人一人あの2部に思いとかいろんな思いとか情熱とかあって、こうやって2部頑張ってるんだなって思って聞いてる時間がすごい好きだったんで、僕も自分の話させてもらおうと思うんですけど、僕はこの2部入ってその一つちょっと自分の中でやり遂げたというか、2部僕は知る限りでは初なんですけど、僕がやり遂げたことあって、それ何かっていうと、違う千里山キャンパス以外からの、2部でちゃんと入ってちゃんと追い出しまで最後まで出るっていうのが僕の知る限りだと多分初めてなはずなんですよ、ね、なんで最初入った時は和樹さんに会うたびにお前いつ辞めんねんみたいな言われてたんですけど、お前偉いなみたいな、まあ、なんか来てて偉いなみたいな言われてたんですけど、まあ、それからまあだんだんいるのも当たり前になってそれも言われなくなり、で最後この場に立ててよかったなと思いますし、何よりここまで続けてこれたのは僕がそのみんながすごく あったかく迎えてくれたっていうのもありますし、あの何よりも僕はこの2部という空間がみんながすごい好きだったのでここまで続けてくることができました。ありがとうございます。で今ここにいるメンバーは1回生の3月になんでか知らんけどちょっと急に広島旅行行こうぜって言って3人で広島旅行行った時のメンバーなんですよ。ちょっと言うのちゃうね、言ってないんですけど、で、で、翔太郎は2部の中で僕が一番音楽の趣味が合う友達で、話もすごい合うし、で、姫野は3月に一緒に組んで、まあ、いろんなこともありつつもずっと仲良くしてくれた友達なんで、もうすごいこんな好きなメンバーと、そして最後に突然の頼みを快く受けてくれたゆうなちゃんも組んでくれてありがとうございます。最後まで2部いさせてもらってありがとうございました。楽しかったです。38.8度っていうもう22年生きてきて一番高い熱を日曜日の夜に発熱しました。まあまあなんとか間に合いました。不安です。4年間まあ軽音部らしいことは個人的にはあんまりやってないかもしれないですけど、まああれやね、まあ、もっとほんまに心に響くような言葉とか僕が言うよりはもっとふさわしい人がおると思うんで、あえてここでは言わないですので、まあ、個人的な4年間いてみての感想を言うと、まあ、さっきも言ったけどライブとかあんまり出なかったけど、それでもいろいろ得るものはあったかなと思ってて、まずまあ僕自身あんまり可愛い後輩でも慕われるような先輩でもなかったんですけど、それでも遊んでくれた先輩方とか、あとはこのアホみたいなことに付き合ってくれた後輩たち、あとまあこういったバンド組んでくれてる人も、まあ、名前挙げた方が早いぐらいの人数ではあるんですけど、もうめちゃめちゃ感謝してていい
経験、いい思い出になったかなと思ってます。あと、まあ喋ってない、そうやな、ツイッターのいいねしてくれる後輩僕個人的にはその1いいねで結構こうなってたりとかあったんで、ね、本当にすごいはい、期待してますあ、いいね、ほんまいい思い出だったなまあ本当に、まずまあ先輩と後輩にを、まあ、もうまあ2部に入って得たもの、まあ人ということで、まあ、まあすごい大事なものです。で、まあそれよりも何もやっぱり一番長い時間いたのが同期で、まあこれも僕みたいに、ね、こんな面白くもない人にこうやってやってくれる亀さんとかがなんかね、今ここにいる二人とか、まあ、本当に感謝してて、まあありがとうございます。まあ、適当に深夜2時ぐらいに松屋行こうっつってついてくれるような友達も今は多分なんか来てないけどまあ多分他の人たちは知ってるけど、まあよういる人ら今特に感謝してるし、多分これからも、まあ、2部であって、これからまあ僕はあと2年が関大にいるんですけど、関大というか大学にいるんですけど、まあ、社会人になってもこの人とは付き合っていくやろうなっていう人が結構いっぱい2部でできました。まあ本当にいつもいるような人とか同期とかは本当に僕真面目にあんまりこうやって面と向かって言うことはないんですけど、本当にありがとうっていつも思ってます。あとまああとはまあちょっとね、ありがとうめっちゃ思ってます。本当に感謝しかない、感謝しかない。あのお久しぶりですあの初めましての方は入りまして藤井と言いますあのはい、ありがとうあの僕2回の終わりぐらいからあの部活に来なくなったやつなんですけど、あの1年半ぶりぐらいにちょっと恥を忍んで出させてもらってます。なんで僕がちょっと2部のこととやかく言ったりとかここで泣くようなあれの権利は全然ないんですけどその10月ぐらいにサラミからその LINE で早く追い出しのライブ組みやーって言ってくれて、まあ、別にそれでサラミが組んでくれるわけじゃないんですけどあれそれ自分のバンドだけ固めてるのそういうやつですけど、そうやって声かけてくれたりとか、それでまあ悩んかやで、この2人が組んでくれて、僕勝手に2人は掛け持ちで自分の好きなバンドをやりたいっていうなんかやるんやと思ってたんですけど、それ知らなくて、あの知ったのほんまに30巻前ぐらいで、マジで申し訳なくなったんですけど、ほんまにありがたいし申し訳ないしっていうのもあって、ゆうなちゃんに関してはほんまに知らん2個上で誰も叩かされてるしみたいな、帰り電車2人でちょっとみたいな感じでありつつ、あのほんまにでも嬉しいなって思うし、そういう風に知らない先輩にでもこう入ってくれたりとか、あのやってくれたりとかっていうのがあって、何よりその10月ぐらいにこう戻ってこようと思って、その定期見に来た時にそのめっちゃいいライブやったんですよ。その顔をちょっとだけ出しただけなんですけど、でなんかこうその僕部活抜けて、まあなんやかんや好きなことして、そっちでもちろんこう頑張って得られたものとか、まあ皆さんも部活以外でやってたりとか気持ちあると思うんですけど、それでこう外に出て、あのある意味こう一人の部外者として10月に戻ってきて見た時に、こう自分がその引き換えに捨てたわけじゃないですけど、こうな得られなかったものってすごいこう大きいし素敵なものだったなっていうのをすごい思ったし、そのあの辺で見てたんですけど、その本当になんか羨ましいっていう気持ちがすごいあったし、僕もちょっと
っと追い出し恥をしのんで出させてもらいたいなと思ってここに立ってます。本当に素晴らしい部活だと外に出てから思ったのは大きいので、皆さんこれから頑張ってもらったらと思います。ありがとうございます。ちょっとあと2曲だけで1曲インスタなんですけど、田中彌国って多分誰も知らないと思うんですけど、その東京の多摩川ってクソど田舎で一人で音楽作ってる人がすごい僕好きで、誰にも公表するわけでもなくただ一人で好きな曲を作ってるのがかっこよくて、今日どうしてもやりたくて二人に無理言って、本当に自分らの好きなバンド結構出てきてたんです。でもそれでも抑えて物ぐらいたりとか言ってたんですけど、頑張ってこう好きやしやるよってやってくれて、僕ここに立つのがほんまにだから2年ぶりぐらいなんで、ド緊張してて1曲目でちゃんと弾けたと思って気抜けたら3曲目バチクソミスってちょっと今へこんでるんですけど、ちょっとそれでも追い出しの2部件を一発目として頑張って帰りたいと思うので聴いてください。お願いします。いつもどう